何これ。よし、ということで今回もやっていきましょう。ということで引き続きですね、ふうにゃんことの方やっていこうかなと思います。今回44回ということで、とりあえず、まあ、今回も初見でやっていきましょう。44回はね、はてなはてな何ができるかわからないんですけども、また、様子見ていきましょう。で、前回の編成のままなんで、一旦ちょっとこれ、とりあえずノーマルに戻しましょうか。よし、じゃあとりあえずこれでやっていきたいと思います。44回いきまーす。いやー、きついっす。もうちょっときついって。待って、天使か。まあやるか。まあしょうがない。まあとりあえず様子見なんでね。ちょっとそういう組み合わせできる。どうしよう。ちょっと待てよ。とりあえずもうこの編成はもうちょっとでダメなんで、とりあえずもう次のことを考えながら、ちょっとやっていきましょう。なるほどね。これはきついね。これはね、あ、こいつだけ？他に出てくるものはないのかな。ちょ、やばいね。なんかスタミナを無駄にするだけでもないね。結構いろいろとね、感じるものはあるんですけどね。いやー、44回でこれだで。どうすんの。まだ残り6回残ってるからね、これクリアしても。まあいいや、まあ、地道にちょっとこれ、ちょっと考えながらやっていきましょう。どうしようか。こういうことはどういうことだ。待ってよ。いやー、これは。しかもそんな中さ、対応する形成を考えないといけないでしょ。これは無理だよ。いやー、どうしようか。これは、そうだな。ちょっとこれ考える時間が欲しいな。いやー、マジか。いやー、もうこれはちょっと捨てだね。ちょっとこれはね、やばい、マジで。はい、ということで、とりあえずですね、編成の方を変えてまた再戦っていう感じなんですけれども、とりあえずですね、ニャンマを入れました。もうピンチヒーターでございますね。で、とりあえずね、これ音声見返したらですね、もうなんか全然喋ってなくてね、あーやべえみたいなことをずーっと言ってたんで、まあ、ちょっと音声後取りでね、もう一回ちょっと取り直しっていう感じでやってるんで、よろしくお願いします。で、とりあえずね、これね、勝つまでは、これは確か勝ったんですよね。相手見つかったんですけども、それまでね、2回ぐらいやって、結局負けたんですけども、まあ、それはちょっとね、もう本当にね、なんかろくに喋ってなかったんで、カットしました。はい。で、まあ、これも喋ってなかったんですけども、カットしまったんで、まあ、おいしい、あっとどりみたいな感じなんですけども、とりあえずね、ニャンマーに入れてから、割とね、状況変わったなって思いますね。本当にやっぱね、ニャンマー強えなって思いました。で、あとは、しっかりこれ、あれですね、タイミングがね、悪いと攻撃入ってしまうんで、もう本当にもうこれもね、タイミングでうまく攻撃をね、して、いかにね、攻撃をたくさん入れていくかっていう感じなんで。で、一応、ニャンコンボの方はね、研究力の方が、中華街、誰だったっけな。まあ、それ入ってるんで、まあ、割かしね、若干まあ、変動はあるんですけれども、まあ、これでなんか割と、いけたんでよかったんじゃないかなと思うんですけども、で、途中ですね、多分途中で勝つぐらいになったら、多分元の音声戻ると思うんで、まあ、それまではちょっとね、アドロリの方でちょっと喋っていくという感じでよろしくお願いします。で、基本的には超激レアとしては、マイダと、あとサナダと、あとはニャンマですかね。本来、マイダのところにね、普通に猫ベビーの第3形態かな、あれ入れてもよかったんですけどもね、猫ベビーの第3形態っていうか、もう猫ベビー自体持ってなかったんで、まあ、代わりに、一応前田刑事の方入れてみましたが、まあ、ちょっともうちょっと違うキャラの方が良かったかなとは思うんですけれども、まあそんなこと、まあとりあえずやったんで、ちょっとこれタイミング完全ミスだね。あーどうも、おーいいね。で、やっぱほんとね、ニャンマがめちゃめちゃ強いけどね、もうずっとこの繰り返しなんですよね。もう他に特に喋ることが本当に、なくて、もうずっとこの繰り返しで、で、いかにね、もう攻撃ニャンマを入れられれば、まあこいつはなんとか勝てるって感じなんで、もう完全にニャンマゲでしたね。
もうちょっと本能とか上げられたらね、もう少し変わってくるんじゃないかなと思うんですけど、もうちょっと HP 欲しいぐらいかなって感じかな。あとはもうちょっとタイミングいい具合に、出せばよかったななんて思うんですけどもね、もう本当にかなり焦ってたんで、もう本当にろくなプレイしてないんで、初見ってやっぱ良くないねって感じがするんですけど、まあでもね、まあ新鮮さがあってちょっと楽しいんで、まあ続きも、45回以降できるかな分かんないんですけども、まあとりあえずやっていこうかなと思います。もうね、この辺になってくると、ね、正直結構疲れてね、もう肩こりとかもいろいろすごいんでね、すごい温泉行きたいななんて思っている中なんですけれども、まあとりあえず、多分今日中には多分50はさすがにやらない気がするんで、まあとりあえずね、1本取れたぐらいではまたすぐね編集してあげるっていう感じなんで、まあ一気に多分やらないかなって感じがするんで、まあとりあえず1回ずつできたら、1本上げていくっていうスタイルで、多分やっていくと思うのでよろしくお願いします。ということで、これはあともう少しで勝てるのかな、もうちょいっぽいですね。はい、でまあそうですね、もうずっと本当にこれな感じなんで、もういかに、おいいね、にゃんまがね、めちゃめちゃ仕事してるんでね、おーいいね、いいね、いいねって感じですね。で、まあ、ずっとこのね、やりとりなんで、ただ、あともう少しで、変わってくるかなと、状況が、変わってくるので、少々お待ちいただければなと思います。ということで、もうちょいしたらね、この音声はドローンしますので、よろしくお願いします。いやー、疲れたわ、マジで。本当にマジで、もうね、やばいね、まだ残ってるから、にゃんこと。きついよ、本当に。からがもう白の道ですね。いやー、でもここまで来たらちょっと頑張りたいね。頑張りたいけど、すぐには頑張れない気がするね。ということで、もう少しですね。ということで、じゃあちょっと、ここで、ここはドローンします。元の声に戻ります。よっしゃ、ターマン、来た。よっしゃ、来た。もう、やめてくれよ。いや、きっちりというか、やっぱニャンマ強えわ、ほんとに。うわぁ。うわぁ。無理だよ。はい、ということで、とりあえずなんとか44回の方終わりました。いやぁ、ちょっと怖えよ。これ、ほんとに、これはやばいと思う。ということなんで、まあとりあえず44回なんとか。まだクリアできたんでよかったなと思いますが、このまま行くとね、50回行くまでに俺は先にくたばるんじゃないかなっていう感じがするんですけども、まあとりあえず、次回も頑張れれば頑張っていこうかなと思います。こんな感じで、やっていきたいと思うんで、また次回も見ていただければなと思います。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。